じゃあ30分になったので始めていきたいと思います。じゃあ自己紹介いつもしないから自己紹介です。ふんわり優しい色で編む初めてさんの編み物講座をやっております。対面の教室とオンライン教室をやっております。時間の森工房の飯塚ゆきです。今日もよろしくお願いいたします。はい、じゃあやっていきますね。今日は3回目です。ポコポコ柄のボックスティッシュカバーね、これ側面1回目が側面で、前回2回目がこのね上のところやってますね。でここまでやっていただいたと思うんですけど、そしてYouTube の方の動画には載せてるんですけど、前回はそこまでいかなかったんですね。そのライブの中ではいかなかったんですけど、この最後細編み一段まで皆様できていらっしゃいますでしょうか。この間のねライブは本当にここのところの説明とやって終わっちゃったって感じだったんで、ここのねここのところちょっと時間の都合でここまで編んどいていただくのがすごいベストって感じだったんですよね。ここね、だから見方としてはよいしょ、こっち向きですね。こっち向きでここ細編みを、ここ糸を、この三角はね糸をつけるっていう意味なんで、糸をつけてタカタカタカッとここ細編みね、一度これ逆さだね、これ立ち上がりがここに書いてるけどこっちです、こっち、まあ、どっちでもいいんですけどね、です。一応立ち上がり、ごめんなさい、これ逆でこっち側ですね、左側の方で立ち上がりがあって、まあ細編み一段、表を見ながら細編み一段編んでいくっていう感じです。でそこのところはこういう風にないタイプでも多分全然お好みでいいと思うんですけど、ないタイプはすごいパカッとはめられるのですごい楽ちんで、これはこれでいいなと思うんですけど、こっち今日やるのはここですね、このカバーが外れないようにするっていう、これをやります。でこれはですね、正直前回やったこの縁、これを1段ここに編むっていうだけなので、まあ、一緒に完成させましょうっていう感じに思っていただければいいかなって思います。はい、前回見てない人いるかな、ちょっと YouTube の方では言ってるので、ちょっとそっちを見ていただきたい、まだ編んでない人はねそっちを見ていただきたいんですけど、普通にここねこういう感じで裏が見えるかな、こういう感じにねなってますね。そしてあ今言ってるのはちなみにここね、この側面の最後の細編み一段の説明をします。一応そしたらここの端っこがここに最後の長編みがあるので、ここから糸をつけて細編みを一つ編む。で隣がここ空間になってるんですよ。ここ鎖を一つ飛ばして編んでるとこなので、ここは側に細編み一つで、この玉編みのところに一つ、またここの空間に一つで、次長編み3目なので長編みを3つ編む、あと長編み3目のところに1つずつ編んでいく。でずっとぐるっと編んできて、編んできますね。ちょっとここら辺からやろうか。 YouTube の方にはねもうこれちゃんとここまで載せてあるので後でご覧ください。でここで細編みを、でここは長編みと玉編みの間は一目飛ばしてるはずなので、空間に側に編みます。玉編みのところはね多分1本しかないと思うんですけど、これ1本そのまま拾って細編み、よいしょ、そしたら玉編みの横は側に空間に針を入れて一目で、次は長編みの足元に一目、
そしてここもともと立ち上がり鎖3目のとこですね。立ち上がり鎖3目のとこなので、この一番最初のところに目を割って編んでください。ここ2本ですね。そうするとここがパカッと分かれているので、最初の1目目の細編みに引き抜きます。はい、これで側面の一番下の細編み1段が編めたことになります。って感じです。ちょっとこれやってない方は後の方、後に回していただいた方がちょっと時間があれなので。そしてですね、今日もう一個説明したいのがこれです。あの余ってると思うんですよ、最初の作り目余らせてくださいねって言ってたんで、これのほどき方を先にやっちゃいますね。これをやっても良いという場合は、ハートを送ってください。ここ作り目の後ろからほどく方法をやってもいい。はーい、はーい。そしたらですね、見えますか、見えますか、ですね、見えるかな。一番最初のコブが、ここにねコブがあるんで、まずここを緩めてください。一番最初のね、ギュッて縛ってる、ギュッてスクラギュッて縛ってるところをちょっと緩めていただいて、緩めますね、緩めます。そしたらですね、緩めたら普通にこの今糸端のが動く方まず抜きます。これ1、3ステップできます。これ1、ステップ1できたらハート送ってください。糸端をまず抜く、ステップ1ね。できたらハート送ってください。はーい、はーい。そしたらここに次はこれね、これも抜きます。ちょっとあれかな、これね、これ糸端とつながってる方を、この糸端とつながってる方を引っ張っていきます。抜きますね、ステップ2です。ステップ2抜けました、抜けましたか。じゃあ抜けたらハート送ってください。次ステップ3だから、どうかな。はーい、はーい。そしたら次は糸抜いちゃいけないんです。そしたら次はですね、これをこう抜かず、この輪の中からこの糸端を出します。この輪を大きくして抜くんじゃなくて、この輪の中からこのね、こうなってたでしょ、こうなってたのをこれを引っ張り出す。引っ張り出したらじゃあまたハート送ってください。今やってるのは作り目を余らした時の鎖編みの後ろからほどく方法っていうのをやっています。はーい、でも多分こういう状態になってると思うんですけど、そしたらね、これができたらこの糸端をそのまま引っ張っていくとほどけます。いいですか、このままほどくと、ほら、ヒュー、これだけです。これあのほどけ、最後あの全部ほどけてキャーってことにはならないので、ギュッてやっちゃって大丈夫です。できましたか？できたらハート送ってください。これだけです。そうするとかぎ針編みで何か作る場合に作り目を多めに編んどいて余らしとく方が絶対に楽です。例えばその100目作らなきゃいけない時に、100目って結構な数あるから、はい、結構な数あるから、99しか作ってなかったとかそういうことが起きてたりするわけですよ。
ね、編み始めたら足りないとか、足りないのは本当にどうしようもないので余ってる方がいいんですよ。だから作り目が 100目だったら110目とかちょっと多めに編んだ方がいいです。それで編んでいくと、これみたいに柄を飛ばし飛ばしでね拾っていく時とかって拾い間違えてしまうことがまあまあありますよね。だから、110目作っておくと、万が一どっか拾い間違えちゃってそれが101目になっちゃったとか、あれなんか100のはずなのに102目まで拾っちゃったみたいなことになっても、それそんなに困んないので残った8目ほどけばいいんですよ。そうするとすごい楽ですね。なのでぜひぜひおすすめです。これは本当にやってみてください。はい、そしたらですね、あとは今日は、この間やったのと同じくこれですね。もう本当にこれ、この1段、今ここの1段が終わってるのと同じ感じになってるんですね。今ここのね、これと同じことをやってるので、次はこれです。裏引き上げ細編みをやります。でまたこの角のところを飛ばすっていう感じで編んでいきますので、角に印をつけていきます。今ねもう印取っちゃったかな、みんな取っちゃいましたか。まだ取ってない方はですね、この慣れで、慣れっていうのはね、これこのままここみたいな感じで同じ位置に、今これがここは玉編みの今左側にあるから、玉編みのここ同じ柄だからここら辺につけようかな。4段、ここは偶数段の人は気をつけてくださいね。柄が多分ずれてると思うから、玉編みの1個隣の中編みのところ、こんな感じでね。なので4箇所つけてください。裏技、そうなるほど、裏技ですね。そうなのよ、これめちゃくちゃ便利なんですよ。本当に多めに編んどくのいいですよ。でこれも一緒かな、ここかな、よいしょ。もうね、やっぱりね、作り目の数がすごいいっぱいあるとやっぱりね、大変なことが起きるんですよ。全部の目をね、全部が細編みとか全部が長編みとかだったらまあまあ大丈夫なんだけど、ここかな、そうなんです、まあ大丈夫なんですけど、それが例えば4目飛ばすとかね、あるよね、たまに3目飛ばすとか、そういう時ってなんか自分は3目ずつ飛ばしてるつもりなのに、いつの間にか飛ばし忘れてて、ね、3目飛ばしたり4目飛ばしたり2目飛ばしたりみたいな感じになっちゃって、あれ最後なんか100目になるはずなのに数合わないじゃんみたいな感じになりがち、私はすごいあるんですよそういうことが。だからもうそういう、だいたいその目数が100以上ある時って、それが102目だろうと103目だろうと99目だろうとあんまり変わんないんですよね。結果的に最後にだいたい縁編みするんですよ、かぎ針の時って。だからなんかそこはなんか大丈夫な感じになっちゃうので、その気にせずにちょっとぐらいっていう感じでやってもらっていいんじゃないかなって思ってます。じゃあマーカー付け終わった人はそこを編んでもいいよっていう状態になったら教えてください。ハート送ってください。で質問がある人とか、ちょっと止まってほしいっていう場合は、はてなとか、びっくりマークとかなんかマークを送っていただければ、飛ばすじゃない止まります。あと見てる方で何か質問したい、書き場合のこと何か聞きたいとかっていう方がいれば、全然途中途中コメントしていただいて大丈夫なのでお願いします。どうかな、進んで良い場合はハート送ってください。で今みたいにここにもうマーカー外しちゃってる人は、またこの間みたいに申し訳ないんですけど、数えてはーいいただいて、ここから9目目、このマーカーから9目目、こっちも多分9目目ぐらいだった
だからここからここまで18目ぐらいあればいい感じです。こっちもねっていう感じです。このマーカーの付け方に関しては前回のアーカイブか YouTube の方にあの動画上がってますのでご覧ください。 YouTube の方は分かりやすく時間をタッチするとそこに飛ぶみたいな、なんて言うんだろうねあれやつやってあるので見やすいかなと思います。どうですかね、いいかな。さっきハード一つだったような、もう一人大丈夫かな。いい？いい？そしたらじゃあここ編んでいこうかな。そしたらですね、じゃあこの間の復習になりますけれども、鎖の一つ立ち上がりを編んでいただいて、で、裏引き上げ編みはこっちね、裏側を見て、裏側を見てですね、これね、この細編みのここをこうすくう感じでやっていきます。いや引っかかっちゃった、よいしょ。ここね、細編みをこうすくう、よいしょ、こうね。そしてあと普通に細編みをします、よいしょ、こうね、ここをこうすくう感じで、よいしょ、な感じで細編みをしていくんですけど、このマーカーついてるところを飛ばすので、その手前まで行ってください。よいしょ、あ、引っかかってる。で、それ私前回これがなんかちょっときつかったんだよね。あんまりぎゅうぎゅうにやらないように気をつけないとですね。よいしょ。そう、なんか私これを編みながらちょっと自分の余り糸、残り糸が、さ、皆さんご存知かと思いますけど、ずっとこのエクシードウールが結構残ってたので、それをね使ってやってたんですけど、ちょっと次回はもうちょっと、もうそれさすがにね、この糸なくなってきたんですよ。だから次回はちょっと違うアメリーとかでなんかしようかなって思ってるんですけど、ちょっと地味だったかなこれちょっと色が地味だったかもって思っています。よいしょ、で、これここにマーカーついてるから、これどっちでもいいけど、これを編んだら、こっちを編んだらこれを飛ばすって感じかな。手前までだからここまで、あら、編もうかな、よいしょ、編めてるかな、引っかかってる、引っかかってるね、よいしょ、ここまで編めたら、マーカーのところまで編めたら、ここは飛ばす、ここは編まずに次へ行きます。よいしょ、こんな感じでね、編んでください。今日はもう復習だからね、よいしょ、もうね12月も15日になっちゃって、今日はね教室があった日なんですけど、またね、いよいよ落としようとか言って、もう年末のご挨拶をしましたよ。早いね本当にね。いやでもなんか今年はすごくいろんなことがすごくすごくいっぱいあって、なんかあっという間
ていう感じじゃなかったですね。さすがに今年は本当にだいたいいつももうほらだいたいそんなになんかすごいことも起きないし、割となんかああこの1年があっという間に終わっちゃったなって思うことがすごく多いんですけど、私今年はすごくそんなことがなくて、もうなんかうんなんかすごいぎゅうぎゅうだった。ぎゅうぎゅう？なんて言ったらいいのかな、光のごとく終わったって感じではないな。本当に忙しかったそうすごい今年はなんかいろんなことがいっぱいありましたね。だいたいうち次男が受験大学受験だったから、もうそこからなんか年明けもちろん去年ねね去年からちょっといろいろ準備はしてたけども、年明けからほらもう受験が始まってね、そしたらほらに大学決まればその準備したりとか、なんか本当にそれぞれみんながいろいろありましたね。で私は今年はほら2月からオンラインレッスンを始めてね、皆さんにやっていただいて受講していただいて、それ作るのをすごく2年ぐらいかけて作ったからすごい大変だったけど、ね、受講してくださる方がいて、皆さんでねかぎ針編みをやっていただいて、なんかオンラインでやる自分がそのレッスンをやるっていうのもなんかすごいすごいことっていうかやっぱりなんかそれもあったし、あとは今年はあれですね、ピアノのコンサートチケット買って聴きに行ったりとか、映画も見に行ったし、あんまりそういうことを普段してなかったけど今年はなんかいろいろやったりしましたね。だからなんかあんまりあっという間っていう感じがしないかな。皆さんはどんな1年でしたか？多分今日が最後のインスタライブになると思うんで、もしかしたらどっか、あでもなできないな、もしかしたら最近昼間のインスタライブをねやってないから、昼間のインスタライブをどっかでやりたいなと思ってるけど、ちょっと今年は難しいかもしれないな。年末もね忙しいんですよもうね予定がぎゅうぎゅうですよ本当に。もうよいしょ、うちの妹の家族っていうか結構音楽一家で、うちの妹はマンドリンをねやってるんですよ。でこの間地域のなんかそういうマンドリンクラブっていうのかな、なんかサークルみたいなやつに入ってて定期演奏会があったんで気に入ったんですね。すごい良かった、いいねやっぱりね。そうで明日はねそこの息子があれなんですよ、なんか合唱をやってるんですよ、男性合唱っていうの。でそれね合唱をね聞いたことがなくて今まで全く初めてなんですよね。それをね明日に行くんです。そうでここまでだからね全然初めてだからどんな感じなんだろう人の声ってと思って、なんか
本当未知の体験ですよ。よいしょ、見えるかな。でここマーカーの手前まで編んだらマーカーの次は飛ばすので、次ここね、こう一個飛ばしてここを編みます。そのね、すごい音楽はやっぱりすごい好きだから、前も言ったけど私若い時は一人でオーケストラのコンサートを聴きに行ったりとかしたんですよ。一人でっていうのはね、なんか周りにそのクラシックを聴く人がいなくて、いなくてですね、だから別に私一人で全然行くの平気なので一人でね行ってたんですよ。まあ、普通に洋楽の昔は外タレって言ったんだけど、外国の方のタレントさん、外タレって言ったのね、知ってる人いる？そうそうそう、ボンジョビのコンサート行ったりとか、今はライブっていうのかしら、行ったりとかねしてて、そういうのもすごい好きなんですけど、そうそう、クラシックはその一緒に行ってくれる人がいなかったので一人で行ってたんですよね。だそういうのもやっぱり子供が生まれてからはずっと全然本当に行ってなかったから、映画とかっつってもほら子供が見るようなアンパンマンとかトーマスとかを見るって感じだったから、なんか自分の見たい映画を見るとかあんまりなほぼなかった。自分のためになんかそういうことをするっていうのがほぼなくて、だけどなんか今度もうね、次男も大学生になって、やっぱり高校生ぐらいまでは何だろうな、その学校の行事とかのスケジュールとかもさ、お母さんが覚えてるみたいなのあるじゃないですか。だからそういうのもあってすごい世話しなかったけど、もう何も気にしなくていいんだとか思ったらすごいなんか楽な感じ、気持ちになって、今年はなんかそんなわけでいろんなところに行きましたね。楽しかった。来年はどうかな、来年はまた何か行けるといいなと思ってるんですけど、なかなかね、なんか自分の教室の日とかにコンサートの日が当たっちゃうとか意外とあって、そんなにたくさんないのになんで当たるかなみたいな感じで、すごい行きたいコンサートはいっぱいあるんですけど、なかなか日程が合わなくてですね。でマーカーがあったらマーカーの次を飛ばして、飛ばしてその次で、ああいうなんか生のものは本当にいいですね。そう、そんなわけでね、そのオーケストラとか、そのこの間はピアノだけのやつも行ったりとかしてるんだけど、その合唱は本当に初めて、オペラとかも聞いたことないし、そう、そうなんですよ。だからね、どんな感じなんだろうと思って、なんかちょっとわかんない。あ、でも私ミュージカルは行ったことがあります。ミュージカルはね、すごい昔だけど二十歳ぐらいの時にキャッツを見に行って、あとあれ見ました、ライオンキングは見ました、聞きましたというか見ましたというか、そう、それもでも本当にもう若い時だから何年前だろうって感じなんですけど、来ましたね。ミュージカルね、ミュージカルはね、あとね、うちの母がすごい山崎育三郎さんがすごく好きになったと言っていたので、2回ぐらいコンサートに行きました。1回はなんか誰だっけ、仲良し3人組でやったちょっとミュージカル調のやつ見に行って、去年は育三郎くんの一人のコンサートを見に行きましたね。あれは本当に良かった。すごいね、歌うまいね、本当にね、すごい素敵でしたよ。あれで本当になんか生のものっていいなって思ったんですよね。
いいですよね、生の舞台とかはね。だからね、あとは見たいなと思ってるのはまだ叶えてないのが舞台、舞台はね見に行きたいですね。またそういう何、演劇か、演劇は見に行ってみたいかな。来年はちょっとどうなるかわかんないですけど、そんなになんて言うんだろうな、もう絶対行きたいとかって言うと行けなかった時が悲しいから行けたらいいなぐらいな感じで思ってる思ってます。そういうのないですか、なんかちょっと来年、また来年で忙しくなりそうな空気がすごい漂ってるので、ぼち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 にしときます。一応行けたらいいなって思ってて、あとね、行けたらいいなといえばね、水族館ですね。なんか友達と水族館に行こうって言ってる間にコロナになっちゃったから行ってなくて、ちょっとさすがになんかもう行ってもいいかな行ってもいいかなって思ってるんだけど、自分がなんかちょっと今バタバタなので、いつ行けるのかって感じ。水族館はねすごい好きなんですよね。なんかご存知の方はいらっしゃると思いますけど、私ね、旧ツイッター、今は X っていうんですけど、そうツイッターでね、ツイッターとかっていいねをすると、それがいろいろおすすめに流れてくるんですけど、今の私のねツイッター、 あれなんですよ、編み物アカウントのはずなのにおすすめに水族館と動物園すっごい流れてくるなんかね、編み物の数よりね多いと思う。なんかすごいんですよ、動物園とね水族館が。なんですかね、いいねってちょっと押したらもうそればっかり、あのアルゴリズムなんとかしてほしいいや可愛いものがねいっぱい流れてきてね、すごい嬉しいんですけど、嬉しいんですけどね、ここ私編み物のアカウントのはずなのにみたいな。なんか、ね、編み物とかも皆さんすごく素敵なものを編まれてていいなって思うからいいねしたいんですけど、なんか私なんかこう編み物が仕事になっちゃってるから、そういうなんか人間がいいねすると嫌じゃないかしらと思って、なんかこの人宣伝みたいな思われると嫌だなとか思っちゃう。すっごいねいいねしたいんですよね、めちゃくちゃ本当はね。なんか仲良くしたい、仲良くしたいっていうよりは、あもうなんかすごい素敵と思って頑張れとか素敵とかしたいんだけど、なんかあんまりあれかなと思って、嫌かなと思って、嫌がられちゃったらなんか気分悪くしちゃったら悪いなと思って、すっごいしづらいそんなことみんな気にしてないのかな。本当はすごくいいねいいねってしたいんだけどね。そんなことないですか、私だけかな。よいしょ、でここまで来たら、またこんなゆるゆるやってるとあれか、また時間がなくなっちゃうか、あれ引っかかってる、えいねえ。なんか来年もほんと水族館とか行きたいね。美術館も好きですけどね。あ去年行こうと思ってたやつ、去年ってか秋のやつ行こうと思ってたのに行けなかったなつぶやきつぶやいちゃう。あのね、私ねターナーっていうあの画家の絵がすごい好きなんですけど、確かね9月から11月ぐらいまでどっかでやってたんですよね。なんかでもね、なんかもう都内が遠く感じられちゃってもう本当になんかデブ症になっちゃってダメだね。こんなになんか外に出たくないって、そんなこと言ってるから腰痛くしちゃうんだよね。運動しないっていうか動かないからいけないんだよね。動かないとね、私みたいにぎっくり腰になって本当に悲しい目に遭いますから、皆さん本当に本当にお気をつけください。運動はした方がいいです。とっても今ねヨガにもうね復帰してるんで、
これで最後かな。で一周してきたらどこだ、取れた、見づらいぞ、これか。引き抜きしてください。なんか変なとこ引っ掛けてる。ちょっと待ってください、見えない。はい、一周した。一周した人教えてください。こんな感じで、もうこれであのこの、ね、裏引き上げ編みっていうのをするとですね、前も言ったけど裏引き上げ編みするとここがこう、はーい、カックンって角がねすごいはっきり出ますので、そしたらですね、じゃあまず次長編み1段ね、次はこれと全く同じことをやっていくので、この長編み1段をやっています。鎖の立ち上がりを編んで長編みをもう3目手前までですね、3目手前まで編んでいきます。1、2、3、3目手前まで編むよ。これは今立ち上がりね、3目手前まで長編みを編みます。よいしょ。皆さんが今そういう、なんだろう、自分の息抜きだったり編み物以外なんかそういうのありますか？私あとね、あれなんだっけ、私が喋るからみんなコメントしないのかな、あの飛んで埼玉、飛んで埼玉の映画も見たくて見れようと思ってたんだけど、まだね行ってないんです。やってるよね、なんか見ようと思ってたんだけどな、行けないかもしれない。ここね、ここを飛ばしてる、こことここで飛ばしてる2目だから、ここを飛ばしてこれとこれを飛ばす、でこことここを2目一度するにしようかな。なんか何目とかって数えるの大変だからね。ちょっとねこの目が緩くなってるところが飛ばしてるところだと思うので、とここを飛ばすから、ここ2目一度行きます。ここまでね、だかけて次もこんな感じです。途中の長編みが2本ね、そしたらこれを全部いっぺんに抜きます。はい、これで、で次こことここを飛ばして、この2目、この2目でまた同じように2目一度していきます。よいしょ、ちょっと長いな。ね、こんな状態、これを全部抜きます。はい、じゃあここからまた長編みね、中編みをやっていきます。よいしょ、よいしょ。なんかこう割れるな、なんかすごい長編みが綺麗に揃っているの見るのはすごい好きこう長編みがほらめっちゃ綺麗、あ、自分で言うのもなんだけど、なんかこの綺麗に並んでるのを見るためにすごい努力してるって感じ。なんか私そういうなんか綺麗に並んでるのを見るのは好きなのかもしれない。なんか私高校の時に文芸部で、あの当時はそんなワープロとかもあったりなかったりするような時代で、ガリ版って言って薄いなんかローの原稿用紙みたいなのがあるんですよ。ローでできた原稿用紙だから、ストーブの近くに置くと溶けちゃうんだけどそれに、なんだろうな、先がとんがってるペンで文字をね
書くんですよ。それで文集みたいの作ってたんですけど、そういう時もなんかその文字が並んでる感じがすごい好きでした。なんかそういうのがあるのかもしんないね。なんか綺麗に物が並んでる感じがすごい好き。そうそうそう、この間なんかそのインスタの方にあの編み物の好きなところみたいなの1って言って書いたんだけど、あの一応なんか自分がこういうところが好きみたいな編み物はやってると、編み物なんかこう絵を描くような感じで編み物してるイメージなんですよ。だから本当になんかあのなんだろうな、自分が描きたい絵を描くっていうのと同じ感覚なので、すごい編み物して自分が思い描いてるものが編めるとすごいどんどん自分が自由になっていく感じがすごいして、そういうとこが好きな好きだみたいな書いたんですけど、他にもいろいろその編み物の好きな点はいっぱいあるんですよね。でね、マーカーがついてる、マーカーついてる、ね、でこことこれ、こことここを飛ばす、このマーカーついてる上とその右側を飛ばすので、こことここが2目一度になるから、あと2目長編みを編んでいきますね。このね、今聞こえるかどうか分かんないんだけど、この毛糸を編んでる時のこのサクサク言う音、サクサクこの言ってる音もねすごい好きなんですよね。ほらこれ聞こえてんのかなみんな聞こえてる？なんか編んでる時ってサクサク音が、毛糸が擦れる音がサクサクするのね。それもねすごい好きですね。はい、ここ2目一度を2回やっております。だここで隙間が空きますからね、これはあの隙間空くデザインです。あとはね、なんかもちろんそのなんだ、毛糸の手触り、毛糸の手触りもやっぱりいいし、それも好きですよ。うん、だから好きなところはすごくいっぱいあるので、この間その編み物の楽しいところ1みたいに書いてけど、まだまだシリーズ1って書いたからには2とか3とかね行くので、あので、私だけじゃなくて生徒さんとかも編み物好きな、みんな好きじゃないですか。だからね、そういうのもね、なんか載せていけたらなって思って、1っていう風に書いて、インスタグラムの方に載せております。まあ、ご興味ある方は、ぜひ見ていただいて、いや、私はこういうところが本当好きよみたいなコメントを書いてくれると、すごい嬉しいなって思うんですけどね。マーカーついてる。ね。そしたら、こことここを飛ばすから、こことここが2目一度なので、1目もうちょっと編むかな。で、で次2目一度ね。ね、こんな感じ。よいしょ。たらここで、こことここね飛ばして、ここに行くよ、ここに2目一度行くね、長編みの2目一度やっていきます。言えるかな。で2目一度をします。はい、下の長編みね。みんななんだろうね、編み物してる人ってなんかこう着れるものができるのが嬉しいとか、あとこう小物がね編み上がって嬉しいとか、あとは自分のお子さんのもの、結構あれですよね、赤ちゃん生まれて赤ちゃんにかぶせる帽子とか、あの赤ちゃんのベストとか、やっぱり赤ちゃん生まれてから編み物したいと思う人意外といるんじゃないのかなって思ってるんですよね。
自分のものを編むのもいいけど、やっぱりちっちゃくて可愛くてすぐ出来上がるのいいですよね。赤ちゃんのおまけになんかこう着てくれて可愛くなるっていう、すごいいいですよね。なんか私も自分の子供にカーディガン編んであげたりとかしたけど、ちっちゃい時に1歳ぐらいの時に、ね、撮ってありますけど、まあ男の子だからさ、本当に暑がっちゃって着やしないので、おまけにめちゃくちゃ汚す、だからなんかやめようって思って子供にはね編んだことない、1回編んだことないっていうか着るものを編んだことがないですね。その一番最初1歳の時の1回しか。だってね、帽子はスキー教室に行くっていうから帽子を編んでカバンに入れてあげたのに、結局なんか学校で借りたから使わなかったとか言われて夜なべして編んだのにとかあるな。あとあれだね、手袋っていうかミトンはなんかしてくれましたね。そうね、なんかスヌードも編んでいけたけど、くすぐったいからいらないって言われて結構冷たくあしらわれました。まあそんなもんですよ。だからなんか編んだものとかをお子さんが着てくれるとか被ってくれるとかいう方は羨ましいですねそう、うちはねなくダメだったね。どうね、みんな編み物を始めるきっかけってなんだろう。あ、なんか本とか見て、あ、これかわいい、編んでみたい、編めたらいいなっていう感じなのかな。私どうだったんだろう自分どうだったんだろう。なんか最初はあのなんだっけ、小学6年生とかいう雑誌に編み物が載ってて編んだけど分かんなくて挫折しましたよね。母親に教えても、うちの母親上手なんですよ。だけどね、私教えてもらったにかかわらずその時できなかったんだよね。不思議なものですね。そうそう、大人に、それで大人高校の時にその編み物が流行ったから便乗して友達に教えてもらってって感じ。それがほぼほぼ最初かな、高校生の時に。マフラーばっかり編んでました。マフラーばっかり編んでたけど、友達は上手だったから私に5本指のミトン編んでくれて、すごい編めるんだこのミトンってやつ、あ、ミトンじゃないね、その5本指の手袋って手編みできるんだと思って結構な衝撃でしたね。なんかやっぱり編み物って言うとセーターのイメージだったから、こんなちっちゃいもの編めるんだみたいな感じで、そこそこ衝撃でした。今でもそれは取ってやる、友達が編んでくれたやつ。もう、 うちの旦那さんなんて結婚する前に編んであげたセーター、あ、もうこれ汚れだから捨てていいよねとか言ってあっさり捨ててましたからね冷たいまあシミもシミができてましたからいいんですけど、これで熱周してきたら鎖3の立ち上がりの、ね、これはねここに長編みがあって、そのここが長編みの一目目の頭ね、そのすぐ右側にありますから、そこに入れて引き抜きしてください。はい、一周しました。どうですかね、来ましたか。一応ゆっくりやってみたけど、ほらほら、もうこんな風にね、ここが角に結構くっきり角ができる編み方ですね。この引き抜きじゃない裏引き上げ細編み、ね、細編みの方がねやっぱりちょっとしっかりするので、あの裏引き上げ長編みとかももちろん、うん、できるし、それでも多分ね大丈夫なんですけど、細編みは縁とかがしっかりするから、私は細編みがおすすめかなと思いますけど、どうかな。で今ねどこに、今このねここの段を編んだんですけど、もうそこなので、もうこの後あの細編みをやっちゃいます。
そんなね感じですね。もうだから裏引き上げ細編み、ここね裏引き上げ細編み、長編み、細編みって感じで、ここの最後の縁の細編みはここの角はあのこの二目一度した目を二目一度するっていう感じでやるだけです。ここはそんなの長くしちゃうとあの逆に入れづらくなっちゃう。あと今日質問があったんですけどね、ここはこういう感じで空間が空いております。これこの空間が空くので正解ですので、ここね、これはこれがデザインですのでこれで合ってます。隙間が空く感じです。はい、じゃあ一周できないかもしれないけどちょっと行こうかな。そうですね、普通に細編みやっていきますのでできるところまでねやっていきます。鎖一つ立ち上がって細編みの場合はすぐここですね、今ここ、この立ち上がりのところに引き抜いてますのでそこに一目目を入れます。これ間違えないようにしてください。あとここはこっちからね、よいしょ、でよいしょ、いきます。ここはもう本当に細編み一段で、あとねあれです、なんで細編み一段やるかっていうと、長編みって頭がちょっとふわふわしてるんですよ。ちょっとね緩いの、細編みの方が硬くなるんですよね。あ、ここここここでね、ここちょっと頭大きくなってるけど、ここが長編みの二目一度なんですよ。でここにちっちゃく引っ張り出して、次もちっちゃく引っ張り出すね。そしていっぺんに入ります。これ細編みの二目一度です。ただこっちよいしょ、いきます。そうだからね、なんかあの長編みで別に終わっても全然大丈夫なんですけど、長編みの頭は伸びやすいので、これで箱を出し入れしていると多分ゆるゆるになってくる可能性があります。なのでやっぱりそういうのを防止するのに細編みを一段編んだ方がよりいいかなっていう、しっかりするかなっていう感じで細編みを一段編んでおります。綺麗だよね、なんか多分その方がいいんじゃないかな思ってるんですけど、どうですかね。さあ頑張り、5分で編めるのか、5分で編めるのか。じゃあ次のですね、次のインスタライブのことを言いつつ編もうかな。でですね、今日は12月15日のインスタライブで多分今年は最後のインスタライブになるんじゃないかなっていう、このワークショップ的インスタライブはとにかく今日が最後です。もしかしたらお昼のライブをどっかで1回ぐらいやりたいなとは思ってるんですけど、ちょっとそれはね分かんないですね。今ね予定がねすごいもうね年末全部入ってギチギチなんですよ。いろいろちょっと、ね、家のこととかあったりするのでちょっと分かんないです。そして1月もいつも第1第3の金曜日にワークショップ的インスタライブを夜やらせてもらってるんですけど、1回目はなくて3回目、1月の3回目は19日が金曜日なんですけど、19日からやりますね。ここね、急に話がこことここが長編みの二目一度なので、ここからちっちゃくちっちゃくで二目一度してます。ここねっていう感じでね。なので次回のインスタライブは1月の19日の金曜日、いつもの時間です。8時半から、8時25分から雑談スタートして、8時30分から本編スタートっていう感じでなります。で一応ですね、このワークショップ的インスタライブはですね、
かぎ針と棒針を交互にやることに決めてるので、次回は棒針編みのものをやります。前にちらりとお見せしていた前にね、あれセーター、マリオークのミニセーターっていうのをね、ちびっこセーターをやったんですけど、次回はそれのカーディガンバージョンをやりたいと思っております。そう、どうしようかな。なんかね、その本当の人間が着るのと同じ仕様でやろうと思ってるんですけど、前立てのところを簡単バージョンにするってこともそうかできるのかと思って、どっちを取るかなと思って、でもせっかくあれをなんでやってるかっていうと、これからね、棒針編みでセーター、マリオークのセーター見たいとか思ってる方が、こういう段取りで編むんだよっていう、そういう方に向けてやってるんですよ。だからドールとか人形に着せるために作ってるというよりは、人間のウェアでセーターとかカーディガンの段取りを見ていただくためにやってるって感じの目的なので、どうしようかなと思って、簡単にすることは全然できるんだけど、ちょっと悩んでます。でもともとはだから本当に前立ては別で、別仕立てで、めんどくさいけど別仕立てでやる予定なんですよね。多分別仕立てやりそうな気がする。なんか段から目を拾うっていうところとかやった方がいいかなと思っているんですよね。そうしようかな。一応ね、そういう予定です。だから前この間と同じでヨーク、ネックからヨークを編んで、身頃を編んで、袖を編んで、前立てを編むっていう感じかな。っていう感じでね、そのちっちゃいカーディガンを作ろうかなって思っています。どうかな、間に合うかな、今からそんな、まだ編み図まだ書いてないから今からやるんだけど、ちょっと時間がね、ちょっと今本当にね、ぎゅうぎゅうなんですよ。いろいろぎゅうぎゅうなんです。頑張りますけど。で、一応棒針をやろうと思ってて、その次はかぎ針になるんだけど、まあそれは多分4月とかになると思うんで、でね、それはね、あれです。私のブログの方、ホームページの方に、もう年間予定が、インスタライブの年間予定がね、書いてあるので、よかったら、ホームページの方をご覧ください。それはね、ここ書いちゃダメ。これね、一段編み終わった。編み終わったら、これこのまま、引き抜きしないで、引き抜きしないで、糸始末分、入れてない。で、抜いてください。このままシュッと。チェーンつなぎをやりますね。そうそうそう。ホームページの方をご覧ください。ですね、話があちこちしますけど、細編み1段終わりましたので、こうつないでいきます。これはですね、ここに細編みの足、この細編みのところに入れまして、そしてこの糸が出てるところに入れます。そうしますと、このように、これチェーンつなぎっていう名前ですね、わかんない。じゃあここに糸始末していただいて、それでこれが完成ということになります。これ底、これが上ね。糸始末皆さん各自してください。各自糸始末、こんな感じでね、こんな感じで上で、底のところは1段だけできております。ね。こんな感じで、こんな感じで、できてますね。で、これをパカッとかぶせてあげると、ああ、こんな感じにできるというわけです。こんな感じに出来上がります。皆さんどうでしたでしょうか？
でこれは私は今エクシドールっていう糸を使ってやってまして、でこっちはなんだっけ、ケイトピエロさんのいつも使ってるコットンニート S はこういう可愛い色がねございますので、で面ちょっとね編みにくいけど、まあ可愛く、これ色が可愛いんで、ね、編んでみてください。はい、以上です。ポコポコ柄のボックスティッシュカバーいかがだったでしょうか。これはねリクエストでやりました。なのでなんかこういう一応年間予定決まってますけど、こういうのやってほしいとかっていうのがあれば全然言っていただければ。もちろん考えますし、やらせていただきたいと思いますので、ぜひぜひこんなのやりたいよっていうのだったらぜひコメント欄にお願いいたします。 DM はね多分見逃すことがあるので、コメント欄の方にぜひお願いいたします。ボーバーでも書き場合、そしてですね、もし、こういうのやりたいよっていうのがあって書いていただく場合は、あんまりね大きいものはちょっと画面に入りきれませんので、あんまり大きくない方がいいかと。だから例えば着るものとかは多分不可能なので、今回もねだからボックスティッシュカバーいいよって言ってやったけど、意外とこう入りきれない画面に、縦画面になかなかちょっと入りきらない感じが難しいなと思って、これギリギリですね。このボックスティッシュカバーが多分ギリギリの大きさになりますので、これより小さめのものとか、あとパーツみたいなものでご紹介できることがあればいいかなと思うので、何かあったらぜひアイデア送ってください。アイデア、あ、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんお好きな糸で作っていただいて、今日もね生徒さんがねこういう感じで作ってますって見せてくださったんですけど、皆さんお上手で本当にやってよかったなっていつも思います。はい、家中のボックスティッシュをカバーかけてみてください。では今日も遅くまでありがとうございました。今までのやったやつは全部、YouTube の方に上げておりますので、そちらもどうぞご覧ください。でこれ見てかぎ針やってみたいなと思う方は、ぜひぜひオンラインの講座もやっております。オンラインの講座はね2月の15日が、今期の最後の、申し込みの締め切りなんですよ。だからねいつも15日締め切りなんで、あと2回1月15日今日はだからね12月の締め切りで、あと1月の締め切りが1月15日でしょ、次は2月の15日で、2月の15日は本当に今期の最後のなんですよ。でその次また8月まではお休み、オンラインの方は募集がお休みになりますので、今のうちによろしければご検討ください。はい、では今夜もありがとうございました。本当に1年間もありがとうございました。あ、少し大きいものをリクエストしますね。あ、全然。やってみないとね、なんかどこまで、やってみたらね、大きかったのよ。あ、結構入りきらんと思って。やってみないとわかんないから、全然そういうのはいいんです。私、やってみてわかるタイプだから。うん。そうそう。なんていうの？そういうの、いろいろ、失敗してもいい派なんですよね。編み物って大概なんか ほどけばやり直せるっていう、それはすごいいいとこじゃないですか。生地って切っちゃったらもうアウトだけど、編み物って編み間違えたらほどけばいいじゃん。でそういうところもすごい編み物の好きなところですよね。いいところだなって思ってるんですよ。でそのだからチャレンジすることに寛容な手芸じゃないですか、すごく編み物って。だから何でもこうチャレンジする、やってみたいとか、こうだったらいいなと思うことをどんどんやってみなって言ってくれてるっていうか、そういうなんか懐の深い広い主義だと思うんですよ。だからね全然、そういうのを全然謝らなくていいことだし、やってみて、あ、そっか、こういうふうにすればもっとうまくできるとか、もうちょっとこうすればよかったとかって思うことがすでに自分の経験値になっていくんですよね。だからすごくそういうのいいなって思ってるんですよ。ね。だからねいいんです。ぜひ皆さん何でも言ってください。でも本当に着るものは無理だから着るものだとその今度やるみたいな、ちょっとミニチュアちっちゃいセーターとか
になるから当たって砕けるタイプ、あ、そう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 、当たってね砕けてまたくっつければいいの、いいじゃんそれでそれ経験値だから、それをね貯めていくのがいいのよ。それで自分の経験が溜まっていくのって良くない？なんかだから何にもしないで、ただこうだったらいいなっていうだけだったら、それって思ってるだけで結果ゼロじゃないですか。何にもならない、思ってるだけって。だけど失敗したらこういうふうにやるとこんなことになっちゃうんだっていう経験値が溜まって、次にやる時にそれをしなければいいし、しちゃったら、あ、またやっちゃった、じゃあ自分はこれをやる癖があるから、じゃあここは気をつけようとかになるわけだから、いいじゃんって思ってね。だから前向きに当たって砕けてほどいて編み直す、いいじゃんそれがなんか編み物のいいところかなって思うので、とりあえず何でも言ってみてください。またリクエストお待ちしております。では1年間ありがとうございました。良いお年をお迎えくださいね、皆さん本当に。ではでは、また来年お元気で。ではでは、おやすみなさい。